さて、ジョージ・セルでありますが、ついこの間この番組でも特集を行いました。そして、万博の公演、そしてまたその後東京をはじめ、日本各地での公演ということで、ジョージ・セル指揮のクリーブランド管弦楽団の生の演奏を我々はついに聞いたばかりでございました。それがジョージ・セルがアメリカに帰りまして、もう具合が良くないんだというニュースはあったんでありますけれども、まさか亡くなってしまうとは我々夢にも思っておらなかったんですが、7月31日にクリーブランドの病院で心臓麻痺で亡くなったという悲しいニュースがこの間届いたのであります。セルといいますと、1897年にハンガリーのブダペストで生まれたんでありますから、73歳という年です。で、指揮者にとりましては、一般の人はもう70代といえばこれは相当な高齢ということになろうかと思われますが、指揮者にとりましては70代の指揮者というのはまだまだ第一線で活躍すべき年齢でありまして、セルの場合にもまだ10年ぐらいはですね、第一線で活躍してほしかった偉大な指揮者の一人というふうに言わざるを得ないと思うんですが、惜しいことに本当に亡くなってしまったわけです。それでは彼の演奏レコード、そしてまた来日した折のテープなどを通じまして、演奏や彼の声などを今日は聞いていきたいと思いますが、まずそれではレコードでワーグナーの楽劇指輪の中の神々の黄昏の中からジークフリートの早々行進曲をクリーブランド管弦楽団の演奏で聞いてみましょう。超一流のオーケストラにまで育て上げる、これには四分の一世紀に及ぶ彼の奮闘があったわけでありますが、今やクリーブランド管弦楽団が本当にもうアメリカだけではなくて世界のですね第一級に今ランクされるところまで来たわけで、その点では彼の手腕というものがまさに偉大であったと言わざるを得ないと思います。で、このクリーブランド管弦楽団の性格ですね、これはまあ日本に来まして我々が直接その演奏を聞きましたし、また彼自身の声からも、そういうことが言われておりましたが、アメリカのオーケストラの中では特に、ヨーロッパ的な香りの高いオーケストラに仕立てられていると、これが大きな特徴だったと言えると思います。で、彼の場合に、オーケストラを訓練する場合、非常に厳格な訓練の仕方をしていくというような点から言いますと、実際にジョージ・セールに会うまではですね、非常にこう年を取った頑固なじいさんではないかというふうに今考えておったわけです。ところがいざセールと向き合って話をしてみますと、確かにそういった芸術に対する厳しさというものはこれはもう大変なものがございますが、しかし人間的には非常になんか人のいい、日本流に言えば高校やといったような一面を持って温かい人柄であったということができると思いますが、それでは来日した折に東京で行いましたインタビューのテープ、これをもう一度ここで再現してみたいと思います。どうもしっくりうまくいかなと。 And it is not the concerts, you know, but the interviews. If I wouldn't have this interview, I would go sightseeing now. And so every day the interview. I'm sorry. No, I'm just joking. But you can translate. Yes. 結局これはジョークですけども、もしインタビューの問題たくさんなければですね、もっと観光ができるだろう。Generally speaking. Yes. 一般的に言いますとね。When one tours, when I tour with an orchestra, I see only airports, yes, hotel rooms, yes, and concert halls. 普通はいっぱい言いますとね、大抵はもう空港からですね、ホテル、それからコンサートホールと、これだけしか見ないんです。それでは今度は音楽の問題について。Now, Mr. Neil, I would like to ask you some musical questions.Now it's getting difficult. これまで20年以上もクリーブランド、ああいった高らかに笑ったりなどはしておりましたが、本当についこの間のことでございました。今こうして追悼番組をしなければならないというのは非常に悲しいことだと思います。
で、さてこうしたジョージ・セルを、まあ、今にして思い浮かべてみますと、まあ、非常に元気で、語っておりましたけれども、例えば1時間もお話し合って、そして我々を送り出してくれるときに、立ち上がるその様子がですね、なんかこう足をまっすぐに伸ばすときに、大義であるような、ようやくこうよろよろと立ち上がるような、まあ、そういう点で確かにその時も年を感じさせてはおりましたけれども、しかし彼が指揮棒を握りまして、リハーサルの風景に立ち上がる、あるいはまたのタクトで、指揮をするといったような、この本番の姿を見ますと、とても七十過ぎといったような、いわゆる老齢という感じを吹き飛ばしてですね、非常に若々しいエネルギーにあふれた指揮者の姿に、我々は非常に大きな感銘を受けたわけであります。で、そのセルのリハーサルの風景でございますけれども、先ほど言いましたように音楽に対して非常に厳しい面がありますが、しかし学院からはですね、非常に慕われております。そして、まあ、演奏の時なども、まあ、例えばオーケストラに対してこのところはこういうふうにその感情を込めてなどということをですね、まあ、講義をするということはあまりしませんで、非常にこうザッハイ比に音をですね、自分の指揮棒なり指先なりの表情を通じて楽員を引っ張っていくと、まあ、そういうタイプのリハーサルをしておりましたけれども、まあ、しかしそこにおける楽員とこの指揮者との心の交流というのは非常に、まあ、和気あいあいというようなところもございました。何か言いますと学院の方が本当に声を上げてはいと言って返事をしてみたり、いやちょっと聞こえませんというようなことをですね、本当にまあ小学生が先生に対して答えるような、まあ、そういうその信頼関係が打ち立てられているというような光景を、我々は客席でそのリハーサルを聞きながらまざまざと見たわけになりますけれども、それではこのリハーサルの風景をもう一度ここに聞いて思い起こしてみたいと思います。曲はベートーベンの交響曲第3番エロイカ、このリハーサルの状況です。 Now, let's start the Mozart. Just find the sound. まあ、エロイカ終わってすぐモーツァルトへ行こうというふうに、本当にこう無駄のない、練習ぶりを見せておったわけでありますが、まあ、非常にこう手慣れたものです。で、しかも彼のリハーサル、そして本番を聞き比べたりなどいたしますと、本当にですね、本番のこの仕上げをリハーサルの時にも完全にしてしまう、そしてそれがいつでもそれが同じそのレベルで行われるというようなですね、完璧な姿と、彼のことを完全主義者といったようなあだ名がついておりますが、リハーサルを見ておりましてもそういった感じがするわけです。もっともしかしそれが無味乾燥ないつでも同じハンデをしたような演奏をするということではなくて、実際の演奏はです、ね、非常にこの生気あふれるものでございまして、その点が、まあ、普通の並大抵の音楽家とは違ったところ、つまり非常に一方で完璧なスタイルに磨き上げ、同時にそれが生き生きとした精神のほとばしりを感じさせるという点に彼の偉大さがあったということが、まあ、できるわけでしょう。で、このエロイカ、これはメインプログラムの中にちゃんと入っておりまして、で、ことにその第二楽章が我々が聴いた時には非常にこの悲しい雰囲気をたたえた演奏であったということを聞き終わった時に、聴衆の人たちがお互いにこう話し合ったわけでありますが、まあ、彼が指揮が近づいていたことがそこで感じられるというようなことを言うとで、少し作り話めいてまいりますけれども、まあ、しかしですね、まあ、そういったあの悲しい響きというものが今亡くなった現在彼を思い浮かべてみる場合にですね、彼のこの面影を思い浮かべる様子がとして、なんかこう心の中に熱いものが込み上げてくるような気がするわけです。それでは今日の最後をベートーベンのエロイカの第二楽章早々を聞いて追悼番組を閉じることにしたいと思います。